YouTube って大体何なのよ。何見てんだよ。品物はいい品物だよ。トイレじゃん。え？トイレ。何トイレ？あのね、私と10代の頃からの知り合いのリアル変なおじさんのマサっていう人がいるんだけど、その人と私の話は、まあ、ブログとかで、まあ、ネットで千秋世田谷ボロイチ彼を探していますリアル変なおじさんとかで検索すると出てくると思うんですけど、簡単にそれを説明すると、10代の時に私古着好きだったので、毎週毎週各地のフリーマーケットに行ってたのね。もう錦糸町とか市川とか、まあ、高円寺とか代々木公園とか、まあ、いろんなところに行ってて、その時に毎週毎週行ってるから、どんどんいろんな業者のおじさん、おばさんたちと知り合いになって、その中にマサっていう名前だけがわかる変なおじさんがいたの。で、そのおじさんはいつもなんかお酒を飲んでて酔っ払ったりとかして、で並んでるものはもう尻滅裂で、業者の人とかはだいたい古着が得意ジャンルとか骨董品とか陶器とか専門ジャンルであるんだけど、そのマサのフリーマーケットだけはこう大きなビニールシートに、まあ、ある時は服があるんだけど、ある時はなんかもうガラクタみたいなのだったり、だけど超高級そうな骨董品だったり、もう店の並べ方も物もなんか特殊だったの。異様な雰囲気を出したの。だからもう並べ方を見るだけで、あ、これマサのお店かなってわかるぐらい特徴がある。多分フリマの中では名物なおじさんだったんだけど、でもマサっていうことしか知らないから、当時は携帯とかもないし、で毎週行ってマサがいたら喋るみたいな感じだったので、フリマに行かなくなって、でそっから何年かした時に世田谷ボロ市に行って、たまたま友達と歩いてたら、なんかまあ世田谷ボロ市とかいろんな骨董品があるんだけど、その骨董品の中でもちょっと異様な雰囲気のお店があって、そこはこういうね、なんかこういう陶器のこういう綺麗な模様が描かれた便器が売ってたの。いっぱい。便器って和室の便器ね。こういう和室の便器が、ね、こうやって描かれてるんだけど、それがもう便器がバーっていっぱい並んでて、でなんかみんな、え、陶器の便器があるんだ、こんなのあるんだ、みたいにいっぱい人が集まったんだけど、で、私も部屋珍しいなと思って見てたら、その便器がいっぱいあるのの一番端っこの便器に、まあ、便器といってもその今使ってるわけじゃないけどさ、その便器の中にピーナッツがそのまま丸ごとぐちゃっていっぱいあったの。で、なんかみんなが、え、便器にピーナッツ置いてあるみたいな。便器にピーナッツ置いてある、食べ物置くみたいな感じでみんなこうざわついてたんだけど、その便器にピーナッツを見た時にピンときて、あ、これマサじゃないと思って、こんなことするのマサかなと思って、で、いろいろ探したら、やっぱ奥に人がいたの。で、すいませんって言って振り向いたらマサだったの。その時にもうその時点で3年とか5年とか経ってたんだけど、もうやっぱりこのフリーマーケットボロ市の並べ方で、あ、マサだったんだと思って、でもその時も喋っててっていう交流があって、そっからもう10年15年経って、それが2010年の1月ぐらいにまた世田谷ボロ市に行った時に、まあ、ボロイチとか行ったら大体マサのことを思い出すんだけど、まあ、マサってまだいるのかなと思いながらいたけど、いなかったのね。でさ、マサもさ、私が10代の時に会った時点で60ぐらいのイメージだったから、そっからさ、20年ぐらい経ってるからもう80とかなのかな、もうそしたらフリーマーケットとかやってないのかなと思って、でいろいろマサを探したんだけど全然いなかったから、なんとなくもうフリーマーやってる人だから店舗があるわけじゃないから連絡先知らないし、当時はスマホとかもないからもう連絡先もわからない、マサっていうことしかわかんない。だけども会いたいな、どこにいるんだろうと思って、なんかなんとなくブログに書いたの。こういう人がいてって今言った話を書いたら、なんかいろんな情報が来て、なんか私が言ってる多分マサさんっていう人濃い人を見たことはありますとかあんただけど、有力な情報が全然なくて、でも中にはなんか私は霊能者です、霊能者で、もういろんなことがわかるんですけど、残念ながらマサさんはもう天国にいますとか、すごい失礼極まりないでしょ。もうマサさんは残念ながら天国にいるけど、私が探している気持ちを嬉しく思ってますよ、天国のマサさんに話しかけてあげてくださいね、みたいなのがあったりとか、あとなんか
いろんな霊能力があるから、私とお話をしたらまさかどこにいるか分かるから連絡をくださいみたいな、なんか変なね、怪しいね、だから霊能者とか全然信じないんだけど、そういう霊能者みたいな怪しい人からの連絡もいっぱい来たの。でもそこでさ、なんか亡くなってるみたいな話とかさ、失礼な話もあってさ、あとはみんな知ってるとか見たことあるけどどこにいるかまでは分からないみたいのがあって、でその中に有力な情報として、イラストレーターの太田ウニちゃんってお友達なんだけど、ウニが連絡が来て、この情報で、ま、役に立つか分からないけどって言って世田谷ボロ市の情報を教えてくれたので、世田谷ボロ市は毎年ランダムにお店を並べてるわけじゃなくて、もう毎年この場所にこの人が毎年出ますっていう申請許可書みたいのがあるんだって。だからほとんどの人はああいうボロ市なんかすごい、まあ、超有名なところだから、一回権利を得たらなかなか手放さないから、だいたい何十年も同じ人が持ってる場合が多い。だから毎年同じ人が同じ場所に出店する可能性がすごく高いよっていう情報を教えてくれたので、ってことはマサが何十年もそこにいるってことは、多分私が昔見たところと同じところにいるわけじゃん。で、昔見たところは、昔あったところは覚えてないんだけど、こっち側にお店があって、こっちに店舗があってっていう、だから方向だけはなんとなく分かったの。で、方向分かって、その後ろに確か駐車場があったなとか、なんとなくの記憶だけあったので、世田谷ボロ市が何個か通りがあるうちの、おそらくこの通りのこっちの方向だなっていうのだけは予測できたので、それでずーっと一軒ずつこうやって見てったの。そしたらなんかちょっと人だかりがあるところがあって、二人見たらなんかガラクタがいっぱい変なランダムに並んでるの。でもその並べ方を見ただけで、あ、これ絶対マサだと思って、そしたら真ん中におじさんがいて、で多分私がブログで言ったからかわかんないけど、何人かのもう若いママぐらいの女性が、なんかそのおじさんを取り囲んで、なんか写真とか撮ってるの。で、その真ん中にいるおじさんが、なんでみんな写真撮るんだ、なんで俺のことを写真撮るんだよ、撮るなって。で、マサは女性のことを、おい女って呼ぶんだけど、おい女撮るな、なんでお前も撮ってる、お前も撮ってる、撮るな撮るな、なんだとかって喋ってる人がいたから、あ、そしたら遠目からマサだったの。あ、マサだと思って、なので私その時まだマスクしてたんだけど、そのマサを写真撮ってる女性たちの一番後ろに並んで、順番にみんなが写真撮っていなくなって、写真撮っていなくなってるって順番に並んでたの。それで私の番に来た時に、こうやってスマホで写真を黙って撮ったら、またマサが、おい女、お前も撮るのか、なんで撮るんだ、なんで撮るんだみたいに言うから、黙ってスマホ下げてマスク取って、私だけどわかるって言ったら、マサがはっって言って、うる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 って言って、言葉に出ない感じに。で、それがね、もう10年以上、10年、15年、20年ぶりの再会で、あ、あの時の姉ちゃんって言って、まあ、今は私のことを、私の仕事も分かってるんだけど、でも、私の名前を私、姉ちゃんって呼ぶから、え、姉ちゃんかって言って、そうだよって言って、久しぶりマサ、覚えてるって言ったら、覚えてるよって言って、ウォーって泣いてくれて、それで感動の再会を果たしたの。マサはちゃんと生きてたの。で、しかもバリバリ元気で、まだ今もフリーマーケットをやってたの。でも今も60歳ぐらいに見える。私が10代の時も60歳ぐらいに見えた。今も60歳ぐらいに見える。だから今何歳か本当にわからないし、何歳か聞いても教えてくれないんだけど、でもそんなマサも今年も会ってきました。もう世田谷ボロ市のどこに行ったらマサがいるかっていうのはわかるので、もう毎年行ったらマサに会っておしゃべりして、そしたらなんかいろんなお土産とかガラクタをどんどん私にくれるっていう関係です。マサにもらったのはこちら。見て。なんかこの生かき餅って書いてある。これもボロ市で売ってるらしいんだけど、これマサは、ほんとね、ダース買いみたいなのをしてて、段ボールで買って、そのうちの半分ぐらいをいつも私にくれるの。持ってけ持ってけって言って。で、今回私にも5袋くれて、ママ友にも3袋くらいくれた。なんかね、他にもね、いっぱいガラクタとかをくれるんだけど、もうね、もう汚い、いらないものをね、どん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 くれるから、もういらない、いらない、いらないって言って、だいたい毎回1個ずつぐらいを持って帰ってます。まさにこういうのもらいました。ありがとう。何見てんだよ。俺のさ、あ、あ、じゃないよ、来たよ、ほら、あ、何これ、最近目が悪くなってさ、うん、
品物はいい品物だよ。トイレじゃん。え？トイレ。何？トイレ？トイレ。トイレじゃないよ。トイレ。トイレって何？トイレ。トイレじゃん。だからいいもんだって言ったんだよ女が。言っておくよ。俺メールとかさ、あなた来てるかもしれないけど、メールとかなんか全然わかんないよ。メールしてない。メールしてない。私のために？分かったんだこれな。猫鳴ったの分かったの？うん、あ、落ちたよ。これ全部あげようと思ったんだけど。うん、でもこんないっぱいいいよ。いいよ、お前が来ると思って。なんかうるさいなこれ。なんか。ちょっと消して。うん、ちょっと消し方やめ、分かんないや。腹かっぽいして。止まった。英語で書いてるわ。あ、喋った。ほら。ちょっとちゃんとやって。あ、喋った。止まった。本当かね。大丈夫？これダメじゃないで。止まってない。これ上ももう違うんだよ上の。YouTube って大体何なのよ。YouTube って食べたら甘いやつ。いやわかんないじゃん。大体 YouTube。じゃあね。いや。なんか他に、なんか欲しいもんは YouTube って大体何なのよ。だから食べたら甘いやつ。こいしょ、この野郎。じゃあね。じゃあねじゃない。ダメ？ダメか。いや、ダメか。いいか、ダメか。だって意味わかんない、YouTube って。じゃあ、動画ブログは？ブログもわかんないもん。じゃあ、電話かかって聞くだけで、ハローって言うだけだよ。インターネットは？あとコミュニケーションしかで、あと電話なんかあってないようなもんだから。どうする？で、あなた、ダメだったらダメです。いいよ、いいよ。いいの？でわかんないもん。じゃあいいよ、ありがとう。あのメールあなたかけちゃった。メールしてない、全然してない。世田谷ボロ市は毎年12月15、16、1月15、16って年に2回だけあるんだけど、もう440年も続いてる超老舗のお祭りです。私も大好きなのでおすすめなので皆さん行ってください。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok、アメブロもチェックしてください。またねー。